エドワード・フォランス・ビー・ノイズは、アメリカ合衆国オハイオ州の共和党の政治家。第30代オハイオ州知事。ノイズは、マサチューセッツ州ヘーブリルで生まれた。3歳で孤児になり、ニューハンプシャー州で祖父と貢献人に育てられる。13歳の時、ニューハンプシャー州ドーバーで出版されていた、宗教誌、モーニングスターの印刷書に働きに出る。 ニューハンプシャー州キングストンの学校に入るため、辞めるまで4年間見習い校であった。1857年に、ダートマス大学を57人中の4番目の成績で卒業し、オハイオ州シンシナティに移り、シンシナティーロースクールに通った。南北戦争時には、ノイズは北軍にいた。第39オハイオ表連隊の設立を助け、 1861年7月27日に最初の少佐に任じられる形で報いられる。数ヶ月のうちに彼は連隊長となった。アトランタ方面作戦の最中の1864年7月4日ラフ、エスミルの小競り合いで足首に重傷を負い、左足を切断することとなった。3ヶ月後、ジョセフ・フッカー少将は回復し松葉杖をついていた。 ノイズを新市のィ近くのキャンプで2村の指揮官に任命し、順序に昇進させた。ノイズは市の法務官になるため辞職する1865年4月22日まで、その地位で指揮を取った。1866年10月には、ハミルトン軍の遺言権人裁判官に選ばれた。1871年に、オハイオ州知事に、当選2万票以上の差で、 元陸軍士官、ジョージマ・マコック大佐を破った。1872年から1874年まで2年1期を務め、より厳しい炭鉱検査法を要求したり、水産資源の保護を促進したりした。あとには、ラザフォード・ヘイズの大統領選挙戦でのオハイオの軍人仲間の強い公演への報いとしてノイズは1877年から1881年まで、 フランス講師を務める。彼は、オハイオ州シンシナティのスプリンググローブ墓地に埋葬された。ありがとうございます。